皆様、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。本日1月4日ですね、プラチナジュビリーコレクションが、ロイヤルミントから発売になりまして、私の予想だと銀か金か出るかどうかなっていうお話をさせてもらったと思うんですけど、金かと銀かが出ましたね。ということで、今回は、どういったコインが出たかっていうご案内をしたいと思います。で、その中で、やはり、一番こう下にスライドしていくとですね、金貨のプルーフコインセットが、7100ポンド。まあ、だいたい100万円近くですけど、限定100枚で、販売されてました。まあ、こちらは、やはり非常にデザインがいい、ものが5枚ですね。セットになっていて、これは買えたらなかなか、特にこの一番大きな金貨ですね、素晴らしいんじゃないかなと思います。で、まあ、こちらはもちろん私、今回2300番台ぐらいで、入ったんですけど、入ってすぐなくなってました。ただ、こちら今、売り切れになってますけど、ここですね。370枚限定の、PFO のシルバープルーフの銀貨については、これはまだ、入って30分、40分ぐらいですね。残っていました。で、こちらも先ほどの金貨と同じように、代表する5枚の銀貨で PFO なので、非常に厚みがある銀貨ですね。が入ったセットが370枚限定で入ってましたので、これはこれで、なかなか、良かったかなと思います。で、まだ今、夜の10時ぐらいの時間なんですけど、この550枚のセットはまだ残ってる感じですね。ただまあ、これはですね、先ほどのクラウンドマントみたいな王冠があってマントがあるようなデザインが入ってないんじゃないかなという感じですね。ですので、まあ、どうなのかなという感じですけど、あ、入ってますね。入ってますね。で、他にも、いろいろなデザインのものがありましたので、これはこれで、まあいいのかなと思います。限定550枚ですね。でその他に、白銅化のやつですね。このプレミアムプルーフコインセットってやつは2500枚ですけど、このあたりからは白銅化のコインセットになるかと思います。で、こちらが6日にですね、おそらくこの、まあ、PFO で出てくるようなこれですね、この、50ペンスの銀貨と、あとは、この一番デザインが素晴らしい、クラウンドマントの、これは5ポンドの銀貨。で、これのデザインの金貨と銀貨が、6日に発売されると思いますので、まあ、6日はすごいことになるんじゃないかなと思います。で、加えてですね、もしかしたらですけど、プラチナジュビリーということで、プラチナのこのデザインのやつが出るのかなと勝手に予想してますが、まあ、出なくてもですね、このやっぱり金貨
銀貨、こちらが買えたらなかなか素晴らしい感じなんじゃないかなと思いますので、1月6日の日本時間の午後6時ですねに、ロイヤルミントのホームページに飛んでいただくと買えるんじゃないかと思いますので、そちら、今回まあ買えてない方は楽しみにしていただければと思います。ただ何枚ぐらい出るか分かりませんので、こちらお楽しみにしていただけたらと思います。それじゃあ失礼します。